1キロポンド。すげえ看板だなこれ。でか、最強肉食堂、筋肉食堂の上だな。どうもプロさんです。やっほーステーキということで、今日はステーキ炊ける御徒町店へ来ました。今日ここ呼んでもらったのは、やっぱり食レポ YouTuber のあのおなじみのワッキーさん。ワッキーさん、どうもワッキーさん、今日もよろしくお願いします。はい、どうもです。ステーキヤッホーです。ステーキヤッホーで、はい、まあ、あのちょっと風邪気味なんで、ね、はい、ステーキの処方箋もらいに行こうかなと思ってここ食べ終わった後はもう喉もすっきりですから、多分もう今日は、ね、はい、いい肉いっぱい用意していただいてますんで、うわ最高ですね。筋トレもがっつりやってきたんで、そうですね、もうパンパンで、ちょっと足もパンパンなんですけど、はい、頑張っていきたいと思います。 そしてあの引っ越しもあるんで、まあ、力つけて引っ越し作業しなくちゃいけないんで業者に頼むわ。ステーキかける来ました。めちゃめちゃ肉の種類が多いですね。僕初めてですけど、で僕ちなみに筋トレし終わった後なんで、ちょっと今日一つの皿にちょっとデカ盛りで乗せてもらうことできますか。はい、そうしましたらですね、赤身のお肉で、こちらハラミステーキが柔らかく人気がございまして、はい、あとこちらのカットフィレステーキも赤身で非常に人気が、はい、はい、あとはもう馬肉が言わずと知れた赤身。あ、馬肉いいですね、はい、じゃあこの3つを、はい、じゃあ全部山盛りで乗せていただいて。かしこまりましたはい、これです。大丈夫です。はい、そうですね、いっぱいあります。玉ねぎグレッシュ、かけるスパイス、ニンニク、マスコ、マスタード、あとはニンニク。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。確かにこれ新しいですね。替え玉じゃなくて替え肉って。そうなんです。これおかわりできますか。もう替え肉でステーキおかわりします。はい、来ました。希少部位のミスジステーキ、はい、すっごい香りがいいですね。これワンコートです。うわー、すーごい、うまそう。じゃあまずは肉だけで。うわジューシーですよ。ではいただきたいと思います。うわうまいですね、最高。これうまそうですね。うめえ。数字はうまいっす。柔らかいっすね。玉ねぎドレッシングかけていきたいと思います。うわ濃厚だな。ちょっとでっかいやつをこちらにつけまして。味は違うから。うわ、それやっちゃってますね。これもやっちゃってますね。すごいね。疲れましたよ。もう時間なんだ。うわ、もう肉汁が滴り落ちて。うわ。この赤身が最高ですね。たっぷりつけちゃおう。この赤々しい感じがすごいですよ。横浜の赤レンガもびっくりです。すごい、みんなこぞってきますよ、ここに。もやし美味しいですか。もやしめっちゃうまい。もやしすごいいいですよね。これあの液を全部吸って、肉の旨味をもやしが吸ってて、はい、このたまらないですね。うわすごいのが来ました。なんですか、あの後ろでグラードンみたいな動きをしてる
お待たせいたしました。うーわー、こちらハラミステーキの1ポンドに、はい、貝肉のカットフィレステーキとこちらが馬肉ステーキでございます。うわー、すげーな、マジで、はい、これはすごいっすよ。あの映画のシン・ゴジラ並みに迫力がありますね、これは。うわ、本当に肉肉しい。これはちょっとまた。では、ではいただきたいと思います。この、で、うわ、すっげえ。見てください、これ。やばいですね、ハラミの。うわー、これはエグいぞ。もうこっちからいっちゃいます。うん、多分最上級にうまいハラミです、それ。これやばい、間違いないです。すげえ噛み切りやすい。次は無難に醤油をかけて、ステーキ屋さんの醤油をかけて食べたいと思います。あ、なんかあっさりしてそう。次はカットフィレステーキ。フィレですよ、フィレ。うーわー、肉汁が半端ない。この醤油につけました。うまそう。これうまいですよ、絶対。いただきます。これさっきと違くて、外側がすごい結構硬い、中がふんわり、インパクトがすごいですね、味の。ワッキーさんが超おすすめする美味しいタレがこのステーキかけるにあるみたいで。そうなんですよ、プロタンさん、はい、今まで使った調味料だけで満足してませんか、はい、いや満足、もう僕玉ねぎドレッシングで満足しちゃいました。ですよね、はい、まだ甘いっす。マジですか。これはさらに凌駕するドレッシング調味料があります、はい、こちらタケル特製、このね、玉ねぎソースでございます。いや、うまそうですね。これがめっちゃうまい、はい、玉ねぎと醤油ベースのオリジナルソースなんですけど、はい、これがね、肉と合うんですよ。うわ、うまそう、されてますね。これなんですよ、これ。うわ、うまそう、これやばい。が肉にめっちゃ合うんで、はい、ちょっとするさっきのタレで、このうまそう、ビレステーキどっぷりつけちゃっていいですか。そうですね、で、多分つけにくいんで、はい、これをちょっと乗せて、うわ、もう上から。そうですね、これでちょっといっちゃう。うわ、たまんないですね。たまらない、うまいですね。これですよ、これ。これでっけえ、マジで。これやばいっすね。これすごいっすよ。これ切らないと無理だ。うーわー。これ筋トレ後に最高だな。うーわ、すーごい。ガーリックオイル。うわ、うまそう、これ。肉あります。うーわー。光沢に輝いちゃいましたね。すごっ、うわ、うまい、うまそうな、もう食うまでにもううまいって言ってました。うわ、
音も発したくないと思う。目つぶって噛み締めてたい。トロタムさん、もしかしてさっきのタケル特製オリゴソースだけで、はい、これですよね。これで見えちゃった。これで満足してませんか。いやもう大満足ですよ僕。トロタムさん、まだ甘いっす。まだあるんですか。これを超えるものがあります。はい、どんどん出てきますね。やはり、ステーキに合うものといえば、はい、僕のおすすめはこちらでございます。あ、わさびです。わさびです。うわ、うまそうこれ。これは、店員さんに言えばあのわさび持ってきてくれるんで、はい、でこれだけでも美味しいんですけど、はい、これプラス、これは卓上にあるやつなんですけど、これです、はい、タケルのスパイスですね。タケルのスパイス、はい、タケルスパイス、これを混ぜて、はい、お肉と一緒に食べたら、うまそう。あ、もう間違いです。想像しただけでうまそうです。じゃあまずはこの希少部位の、はい、お肉を取りまして、はい、こちら入れます。わさびですね。でちょっとこれそんなツーンと来ないわさびなんで、はい、これをちょっと、はい、うわ結構いい感じに乗りますね。でつけまして、はい、でこのタケルスパイス、はい、それうまそうだな。これをでかけます。うおすごい。はい、どうぞ。あ、これで、はい、いただきます。あ、来ました。すいません、ちょっとわさび多かった感じです。ちょっと、ちょっと多かった感じです。失礼しました。あ、すごい。じゃあ、このガーリックをこのままここにかけていきたいと思います。ああ、それ半速ですね。これ半速級にうまそうですね。このやつをいただきたいと思います。だってさ、なんかさ、お店あるもんめっちゃうじゃん。もうさ、日本茶のうまっ。カリカリのオニオンが最高。皆さん、ここに来て、終盤に来てご飯が来ました。なぜかというと、そのライスにこの肉ちょっと余らせてあるんですけど、それにここからカレーが、ステーキ屋特製の牛すじブラックカレーがきます。牛すじブラックカレー、それかけて肉かけて食べたいと思います。まずはカレーだけでいきたいですね。そうですね。ということで来ました。こちらが黒ブラックカレーでございます。牛すじブラックカレー。牛すじがホロホロしてるんですか。そうです。すごいですね。黒って言うとなんか闇なイメージありますけど、光ですねもはやこれは。うわすごい。トロットロです。トロットロっすね。これ全部すじ肉なんですけど。うわそう、はい。これをかけまーす。うーわもうかけちゃってください。うまそうだなこれ。ではいただきたいと思います。うわこれすごいっすよ。はい、粗挽きお願いいたします。うわいい感じで、いい感じですねこれ。もうお米に染み渡ってます。いただきます。うわ濃厚な。うまなんだこれ。カレーじゃなくないですか。もう嫌です。もう牛すじが結構辛い感じですね。ちゃんとスパイスもしっかり辛みがあって、うわ肉を乗せます。スパイスです。あのすぐ出してもらっていただきます。缶無料ってことです。はい、ということでごちそうさまでした。全部食べ終わりました。めちゃめちゃ腹いっぱいです。これ以上増量しないようにしようかと思ったんですけど、この1時間の間になんかまたあそこが20万円になっちゃったような気がしますけど、いやでも大満足で、ありがとうございます。良かったです、本当に。いや、ぜひ皆さんもここステーキ食い、肉食いたいって人はステーキ炊けるいいかもしれないです。ということで、ごちそうさまでした。バイ、ヤッホー。